韓国の女優のソン・イェジンが12月24日、自身のインスタグラムを更新。韓国ドラマ、愛の不時着で共演した俳優で夫のヒョンビンとの間に第一子が誕生したことを報告。写真を公開し、話題を集めている。ソン・イェジン、第一子の出産を報告。韓国メディアによると、イェジンの所属事務所であるムスチームエンターテインメントが11月28日、イェジンの第一子の出産を明らかにしていた。イェジンは、もう2022年の年末ですね。私は皆さんの応援と心配のおかげで元気です、と挨拶し、今年は私にとってもっと特別な一年でした。ご存知のように私たち夫婦に大切な命が生まれました、と自らの口から改めて第一子の出産を報告。一つの生命が生まれるまでは多くの方々の心からの愛情と助けが必要だということを切実に悟った、という言葉に続け、予定日より少し早く生まれた赤ちゃんが心配でしたが、また一方では自然分娩を試みるきっかけになり、ありがたいことに成功することができました、と出産方法にも言及。帝王切開と自然分娩で苦悩していたと告白したイェジンは、ずっと支え続けてくれた院長や医療スタッフ、そして周囲の人に感謝を伝えるとともに、私よりもっと愛する存在にあったとき、自らの無力さと同時に何でもできるという強靭さを感じました、と第一子への思いを吐露。最後には、2022年もお疲れ様でした。私は元気に過ごしています。皆さんもどうか幸せになりますように、とファンに呼びかけ、投稿を締めくくった。ソン・イェジン、第一子の写真を公開。この投稿にファンからは祝福やねぎらいの声が殺到。また投稿に添えられたモノクロの写真には、第一子の足を愛おしそうに触れる大きな手元が写っており、背大きく見えるけど、もしかしてヒョンビンパパ、足ですらすでに可愛い、わら、これからの二人と赤ちゃんの成長が楽しみ、などの声が上がっている。愛の不時着で共演後、熱愛を認めた二人は、2022年2月10日に結婚することを発表。3月31日に挙式し、その後今年6月に第一子妊娠を報告していた。